国内最高峰の麻雀リーグ M リーグ、つい先日そのレギュラーシーズンが終了しました。今年も M リーガーたちはその卓越した技術思考によって私たち視聴者を熱狂へ導いてくれましたが、中には損に見える一打によって物議を醸す場面もありました。今回はそんな M リーガーたちの炎上打敗を今シーズンのレギュラーシーズンから5つ選んで紹介していきます。 M リーグ史上ワースト放獣、猿川雅俊悲劇の倍満放獣。3月4日第1試合、この日はトンチャから順に浅見真希選手、伊達有沙選手、猿川雅俊選手、岡田沙也加選手の並び、猿川選手の所属するビーストジャパネクストは最下位ながらもカットラインとの差は約100ポイントで、セミファイナル進出のチャンスは十分にあります。また猿川選手自身、一時はマイナス300ポイントに迫っていたところをマイナス2桁まで回復させており、直近の試合でも1着を取っていて調子は上々といった感じです。さてこの半チャン、猿川選手は難波で立て続けに上がりを決め、5万点持ちのトップ目になりました。事件が起きたのは難の3局日本場、猿川選手の親番です。猿川選手は初があんこでチャンタや三色同順も見える後輩パイ、その後チャンタは見切り初と三色同順のイーシャンテンでした。そこに2着目の伊達選手がドラの白をあんこにしてウルパーソー待ちのリーチをかけます。悲しいかな、猿川選手の手牌にはパーソーがぽつりと浮いていました。リーチの2巡後、猿川選手はションパイの難をつかみます。この時浅見選手が本一の仕掛けを入れており、難は危険度の高い牌でした。2着と2万点以上差があるトップ目の猿川選手、さらに手牌はグケイグケイのイーシャンテン、おそらく誰もがここで降りると予想していました。しかし猿川選手はダパーソーを選択、これを伊達選手が捉えました。さらに裏ドラにも白が乗り、リーチ、白、ドラ3、裏3でまさかの倍満直撃、伊達選手が逆転してトップ目に立ちます。その後猿川選手はオーラスに鉄毛、チートイツ、本一の跳ね満の上がりで伊達選手を再逆転、無事トップでこの半チャンを終えましたが、対局後のインタビューでは終始パーソー放獣を反省した様子でした。さらに猿川選手は翌日に近代麻雀のノートで反省だけなら猿でもできるという記事を出し、パーソー放獣についてM リーグ歴史に残るワースト放獣、検討する気もないと断じています。放獣してしまった理由としては、後輩パイで転敗できない焦りや5万点持ちの浮かれがあったのかもしれないと語っていました。また猿川選手の理想として限界まで押したい、降りて勝ちたくないというのがあるようです。今回は裏目に出てしまいましたが、このポリシーが猿川選手の粘り強さの秘訣なのかもしれませんね。 SNS では倍満打ってもトップ取れたんだから OK、 本人がミスと言っているんだからもう言うことはない、ノートのタイトルセンスが良いなど様々な意見がありました。猿川選手はこの後順調にポイントを伸ばし、プラスの成績でレギュラーシーズンを終えました。残念ながらビーストジャパネクストは敗退してしまいましたが、来年度以降の活躍に期待ですね。先切り30段大野博士、致命的な上がり逃し。これは10月5日の第2試合で起こりました。並びはトンチャから中林圭選手、黒沢咲選手、高宮真理選手、大野博士選手です。大野選手の所属するセガサミーフェニックスは8位と低迷中でしたが、同日第1試合で大谷優美選手がトップを獲得していました。今シーズンから M リーグに参加していた大野選手はまだ初トップを取っておらず、またこの日は近藤誠一監督が控え室に来ていたこともあって、ここでチームに勢いをつけることが期待されていました。しかし結論から言うと、この日の大野選手はラスになってしまいました。批判を集めたのは難に極三本場です。大野選手はここまで速いリーチが多い中で食らいつき、ほぼ横並びで3着目でした。この時供託が5本あり、全員が何としてでも上がりを目指す局面です。実際2巡目に中林選手、4巡目に大野選手、11巡目に高宮選手が仕掛けを入れます。批判の対象となったのは6巡目の大野選手の数ピン切りです。この時の大野選手の敗手は6、7、8万を仕掛けた赤子、6万、4、4、5、5、6ピン、シャー、8、8層のイーシャンテンで数値2万、サブローピンの受け入れがあります。ここに数ピンを積もりました。ここでシャーを切って数ピンを残せば、さらにウーピンポン、
パーソー・ポンスーチー・ピンチーの受け入れが増える絶好の牌です。しかし第5選手はこれをノータイムで紡ぎました。解説の渋川選手から、うおお無理でしょこれと悲鳴が上がります。実はこの時見た目枚数で数ピンが0枚、パーソーが1枚でした。しかしポンザイが3枚あり、チーピンチーも見逃せないということで、ここはリスクを取って上がりに向かうべきだという声が多く上がったのです。一つフォローを入れておくと、結局第5選手のこの数ピン切りは恨めることはなく、12巡目にローピンを積もって無事に数チーマンの天牌を入れました。しかしまだ試練は続きます。第5選手はこの後ローマンを引いた際に、仕掛けている高宮選手を警戒して赤ウーマンを切り、両面からシャンポンに待ち返します。そしてさらに3番を引いたことで降りてしまったのです。結果論にはなりますが、この後高宮選手からチーマンが打たれ、第5選手は上がり逃した格好となりました。第5選手はこの曲について自身の配信で打牌理由を説明しているのでご紹介します。まず最初の数ピン切りについて、まずこの数ピンは基本は残すそうです。しかしこの時第5選手は親の黒沢選手のリーチを警戒しており、数ピンを残すとしても後に3巡で切らなければならないと感じていました。数ピンを残すとこの後の押し引きや数ピンの切り時が難しくなるため、すぐに切ることにしたそうです。これは配信の時点でも後悔していない様子でした。しかしその後の赤ウーマンを切ってスーチーマンの両面待ちからシャンポン待ちに変えた場面については、チーマンの感触がなかったのとウーマンが通りそうだったので赤ウーマンを切ってしまったと説明し、魔が差したどう見てもローマンとかなり悔しがっていました。 M リーグはエンタメ色が強く、攻撃的なジャンプーが好まれがちなため、守備的な打ち筋は批判されやすい部分もあります。第5選手はまだ M リーガーとしては1年目です。来シーズン以降、自身への批判を跳ねのけるような大活躍を見せてほしいですね。〇〇以外ありえない、大論争を起こした白鳥翔の選択。ここまで視聴者に批判された打牌をご紹介してきましたが、白鳥選手はなんとチームメイトに批判されてしまいました。11月24日第2試合南4局0本場トンチャから萩原正人選手、堀慎吾選手、白鳥翔選手、小林剛選手の並びです。オーラスの時点でトップ目の堀選手が 25,900 点、ラス目の小林選手が 24,000 点と、たったの1900点差で全員がほぼ上がりトップという状況でした。日吉さん流に言うと全員集合ですね。問題となったのは白鳥選手の3巡目のダローピンです。白鳥選手は3、4、赤5、8、9、9層、6ピン、2、3、5、6、7、8万の手牌に、3巡目でパーソーを積もりダローピンを選択しました。白鳥選手は自身の配信にてこの曲の思考を説明しています。まずリースーマンターツがありタンヤオが確定していないので、タンヤオでの仕掛けはあまり考えていなかったそうです。また自分からパーソーが3枚見えていたので9層の待ちがよく見、まっすぐローピンを打って8、9層シャンポンとイースーマンのイーシャンテンの方が、9層を打って不確定なタンヤオのリャンシャンテンになるよりも良いと思ったそうです。天牌の前に9層が切られてしまってもマンズの4連携で変化を見られるというのも理由の一つです。これを猛批判したのが白鳥選手のチームメイトの松本義弘選手です。松本選手は対局後楽屋に戻った白鳥選手に対して、めちゃくちゃ違和感あった、球層以外ありえないと非難しました。松本選手の直接の説明は見つからなかったのですが、おそらく球層を打てばタンヤオで仕掛けられることや8、球層のシャンポン待ちは枚数が少ないことから、このような発言をしたのだと思われます。打球層かダローピンかについては M リーガーの中でも意見が割れ、松本選手の他に大井高春選手、中林圭選手、鈴木優選手、渋川難波選手、松ヶ瀬隆也選手が球層切り派で、堀慎吾選手、園田健選手、勝俣健二選手がローピン切り派となりました。特に堀慎吾選手が白鳥選手の配信内で言い放った、タンヤオ病、ローピン以外生きる人は勉強した方がいいねというセリフは大きく話題になりました。面白いのはローピン切り派の選手全員が口を揃えて、トンバだったら球層切りと言っていたことです。同じ配信でもその時の状況や打ち手のジャンプーによって答えが分かれるところは麻雀の魅力の一つですよね。まさかの3アンコウ見逃し、菅原博への打牌の真意とは。
次は10月6日第1試合の菅原弘恵選手の打敗についてご紹介します。並びはトンチャから菅原弘恵選手、松本義弘選手、勝又健二選手、渋川難波選手です。菅原選手は前線したもののトンバの親で満願、難波の親で羽満の親冠が響き、14,300 点のラス目になってしまっていました。問題となったのは南三局0本場です。菅原選手は逆転の上がりを目指しソーズの本一に向けて手を作ります。手牌は順調にソーズに染まり、11巡目にウーパーソーの地位をして元走白のシャンポン町で転敗します。この時の菅原選手の配置は1、2、2、2、3走、春のアンコ、白の統一と仕掛けた後6、7走でした。両走はすでに場に切れてしまっているので白、春、本一で満願確定の手です。ここに自順、いい走を積もります。このいい走と手の内の3走を入れ替えた場合、いい走、白のシャンポン待ちとなり、白を積もれば3暗行がつくので最大で羽満まで見えます。またいい走は3枚しか見えていないので待ちの数も1枚増えます。このいい走を菅原選手は積もぎりました。実況、解説席は戸惑ったような反応を見せます。対局後のインタビューでこの打敗について質問された菅原選手は、対面の勝又さんにはいい走も3走も現物、今3走を切っていい走とのシャンポンにも変えられたが、後の安全度ではいい走の方が全然良い、次3走とかを持ってきた時にいい走が切れるようにした、また打点的に満願が欲しいポイント状況だった、危険度と打点的にギャンソーがなかったので白だけっていう風にした、後にリーチがかかっても押し返すことができると話しました。しかし単純な安全度で比較すれば3走よりいい走の方が安全に見えます。またハネマンの可能性を捨てているにもかかわらず打点が欲しいと発言したことから、3暗行を見落としたのではないかという疑惑が上がり炎上しました。渋谷アベマズの大井高春選手はこの件について自身の配信内で言及しており、三暗子見落としだの何だのの前に一回みんなに伝えたい。麻雀で何か変わったことをやった時に大井や久と堀がやった時は何か理由を考えるじゃん。その行為を女の子の時もやってやれよ。同じ麻雀好きなのだから一体感を持ってほしい。と発言し、三層切りの方が良いと思うとは認めた上で、菅原選手は手出しを入れたくなかったのかもしれないなどと考察しました。一方で角川桜ナイツの堀慎吾選手はオンライン PV の配信内で、恥ずかしいやつじゃんとどストレートな発言をし、こちらも炎上しました。後に菅原選手は近代麻雀黒木さんのノートの菅原弘恵と大悟弘氏は叩かれて叱るべきなのかにてこの曲を再度振り返っています。菅原選手が対局後のインタビューで言ったこの安全度というのは1、2、2、2、3層の形を保っておけば、後に積も数層やウー層が来た時にもう一度入層を切ることで安全に天敗を維持できるという意味で言ったそうです。三暗子のことは頭にあったけれどネガティブになりすぎたと反省した上で、あの時あの場面ではとにかく守備に意識がいってしまっていたので、考えても悩んでも結局はいい層を打ってしまったと思いますと誠実なコメントをしてくれました。効率度外視鈴木大輔の異色のジャンプ。最後に紹介するのは鈴木大輔選手の異質な打敗についてです。特に話題になったのは9月18日の第2試合トン3局0本場での第1打です。大輔選手は自敗が2枚あるにもかかわらずピンズの4面形に手をかけ第1打をパーピンとしたのです。大輔選手は他にも不可解な第1打をしており大きく話題になりました。この打ち方はジャンキ流と呼ばれています。ジャンキ桜井翔一によって考案されたルールで、打牌は3秒以内、第1打の自牌切り禁止、脳天でのドラ切り禁止、民間の禁止などが代表的です。これらにはあえて制約の中で打つことで人間力を鍛えるという目的があるようです。大輔選手はもともとジャンキ界に所属していましたが、将棋に集中するために30年前に破門となりました。それから大輔選手と桜井翔一は一度も会っていなかったのですが、大輔選手が M リーガーになったタイミングで桜井翔一からの呼び出しがあり再会を果たしたようです。その時に大歓迎されて大輔選手はとても嬉しそうな顔をしていました。 M リーガーになる前からジャンキ流を自称している大輔選手ですが、実はその決まりを厳密に守っているわけではなく、
例えば天敗の前にドラを切り出したり民間をしたりする場面を時折見かけます。また第1打の自敗切り禁止も序盤は目立ちましたが、シーズンが終盤になるにつれて頻度が減ったような印象があります。もしかしたら M リーグでの経験を積むことで打ち方が変わってくるかもしれませんね。今シーズンは敗退となってしまいましたが、今後も注目の集まる選手です。おまけ、シャアの次はハクか。役満の気配に苦しむ内川幸太郎。ここまでで 2023-24 レギュラーシーズンの炎上打敗を5つも紹介しました。最後におまけとしてセミファイナル初日に波紋を呼んだ内川選手の打敗をご紹介します。今シーズンのセミファイナルは4月8日に開幕しました。内川選手の登板は第1試合でトンチャから鈴木優選手、内川幸太郎選手、日向愛子選手、園田健選手の並びです。問題となったのは難に曲ゼロ本場内川選手の親番です。内川選手は上がりのチャンスに恵まれずラス目となっていました。この時の展望状況は日向選手が2万9千点、園田選手が2万6100点、優選手が2万5千点、そして内川選手が1万9000点で上3人が団子状態となり、内川選手は少し置いていかれた格好です。挽回を狙う内川選手にとっては大事な親番でしたが、局が始まって早々に優選手がチュンポン、初ポン、関数装置でスーチーピンの天敗を入れます。この時の優選手の役はチュン、初の2000点ですが、選手目線では第3元の可能性が見えるため場に緊張が走ります。一方内川選手も手配にドラと赤を含んだチャンス手です。そんな状況で内川選手は不運にも最後の三元牌である白を掴んでしまいます。その後内川選手は9巡目に関ウーマンで天敗しますが、白を切り切れず天敗を取りませんでした。すぐ後に優選手から赤ウーマンが切られ、内川選手は上がりを逃してしまいます。さらに12、14、18巡目でも天敗チャンスが訪れますが、ここでも白は切りませんでした。この局はこのまま流局となり、最終的に内川選手は4着で対局を終えます。内川選手は対局後のインタビューで、最初の切り出しから第3元の可能性はあまりないと思っていたが、白短期が否定できなかった。8000点を打ってしまうトラスが濃厚なので、先延ばしにして残りに局にかける選択をしたと説明しました。チームメイトの渋川難波選手や堀慎吾選手は楽屋に戻った内川選手に対して、行ってやってもいいんですよ、ハーク、行きましょう、さすがにだいぶ行った方が得です、などと口々に言いました。堀選手の意見としては、次にいつ勝負手が入るかも分からず、また上の3人が競っていたので、その後の局は早い展開になりやすい、だから内川選手は攻めるべきだったとのことです。さらに角川桜ナイツのファンからも、第3元はないと思ったのなら白は切ってほしかった、不調でネガティブになっている、ビビって逃げ回る者に女神が微笑むはずもない、など批判の声が相次ぎました。一方、選手が楽屋で積極的に意見を交わす雰囲気の良さににっこりしている意見も多く見受けられました。角川桜ナイツはレギュラーシーズンで内川選手の身がマイナスとなっており、彼が今後のキーマンとなることが予想されます。角川桜ナイツ2度目の優勝を目指す彼の今後の活躍に注目です。今回は今シーズンの炎上打敗を5つも紹介しました。今シーズンは打敗批判というワードがたびたび話題になりましたね。選手の打敗について議論を交わすのも M リーグの醍醐味ですが、批判が行き過ぎて誹謗中傷になっている場面もよく見かけたのではないでしょうか。これはアベマでも問題視され、今シーズンから AI によるコメント欄の監視機能が導入されました。せっかく麻雀の普及が進んでいるのですから、民度が悪いなどと言われないよう節度を持って楽しみたいものですね。このチャンネルでは麻雀に関する動画を随時アップしていきますので、取り上げてほしい話題などがあればぜひコメント欄にてお待ちしております。